陸にかける男です。はい、飼育員7年目ミリーです。飼育員3年目のバラバラです。飼育員2年目のチャスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このチャンネルでは動物たちのかわいい面白い動画やピクニカスタッフの企画動画などたくさん上げていきたいと思います。より多くの方に知ってもらいたくて始めました。それではじゃん、記念すべき第1回目の企画、ピクニカ共和国の動物たちは誰に一番懐いているのか。自信ある人、はい。愛を出して愛よまあ、俺は毎朝動物にちゃんと投げキスして園内回ってます。はい、じゃあトノ君とドクランにレッツゴー。結果的には1位バラバラ、2位ミリー、3位チャンス。はい、順位的にはバラバラが1番やったけど、多分ねあれはスタート時から直線上におったからバラバラのとこ行っただけだもん。だから私が真ん中におったら絶対私も。普段バラバラがトノに冷たいけ、今日ぐらい構ってくれるかなっていう。いやいやいや、そんなことは、いつもの愛情的に言ったら私が一番注いでるし、ご飯もちゃんとね、私ご飯あげる率高いんですよ。まあまあまあ、いつも構ってもらえるから今日ぐらいはバラバラのとこ行ってやる。松村さんとこ。どんな感じ？もう。知らんか。
結果的にはバラバラ1位ジャスミンタマギリやったー。馬も普段も冷たいけ今日は行こうっていう感じがあったかな。これはおかしいね。だって私この間投薬した注射打った、その時に俺固定で押さえつけた。高評価、グッドボタン、いいね、よろしくお願いします。